やーはー、どうもひるまです。ぐんまちゃん、ぐんまちゃんようやく1位っすよ。ぐんまちゃん、ぐんまちゃんようやくっすよ。ゆるキャラグランプリ2014が、結果が出まして、見事群馬県のゆるキャラであるぐんまちゃん、これですね、これがですね、このぐんまちゃんがようやく、苦節長かったっすね。もうおじいちゃんですよ、ゆるキャラの中では。もう確か20年ぐらいはやってるんですよ、ぐんまちゃんって。ゆるキャラ昔からって、僕小さい頃から。ようやくグランプリです、2014。おめでとうぐんまちゃん、やったね、ようやくぐんま挽回しようぜ。ちなみに、ぐんまちゃんは昨年2013年2012年と連続で、ゆるキャラグランプリ第3位ということで、なかなか1位取れないなと。中途半端なところに負けたりさ、なんなんで、おい中途半端、おいぐんまちゃんみたいなね、というところだったんですが、ようやくグランプリ取りましたよ。結構ぐんまちゃん好きな方多かったり、銀座のど真ん中にぐんまちゃんの家っていうのがあるんですけども、そこで会ったり、結構人気なんですけどもね、可愛くて。皆さんからもぐんまちゃんですごい人気なのにもかかわらず、なかなか取れなかったり、ゆるキャラグランプリ。ありがとうございます。この3連休を使って、今回はウェブ投票だけではなくて、現地での投票っていうのもあって、まあ、その影響も前から、ウェブ投票で確か2万票ぐらい2位との差があって、まあ、ゆるキャラグランプリ、来ましたね。やったね。ちなみに2位は埼玉県のふっかちゃん、3位は愛媛県のみきゃん、まあ、その他もろもろ、今ゆるキャラってまあ何千とかいっぱいあって、各自治体だけじゃなくて企業も、ゆるキャラ的なのとしますし、まあ、夢の子くまモンふなっしーなら思うね、かなりも日本全国的にも夢になりましたし、まあ、そういうところにぐんまちゃんもどんどんガンガンといけばね。今ちなみに群馬県5体か6体ぐらいぐんまちゃんの羽衣があるらしいんですけど、それ借りるのって相当大変らしくて、予約もいっぱい入ってて、いろんなイベントでぐんまちゃん呼んだりとかしてるんですけども、まあ、これからぐんまちゃんテレビ出たりとか、まあ、いろいろ出てくるんじゃないかなと思いますが、ぜひね、ぐんまちゃんこれからもよろしくお願いします。大活躍してぐんまを挽回しましょうよ。ちなみに、今年の都道府県の、まあ、知名度ランキング、ぐんままた落ちまして47都道府県中46位です。最下位茨城、群馬と来ました。北関東グイって決めてますね。群馬やりましょうよ。群馬ちゃんおめでとう。